まだ咲いた中で耐えているレビアさん。うわフラッシュドライブレザー、本気のレッドシャイ。二度に炎蔵が時間がない。一人削って、ただ時間がない。炎蔵次第ボンクで押さえてる炎蔵。一発しかねえ。うわぁ信じてモンスターを解除通す。ワンブイツー。炎蔵頼む、炎蔵頼む。時間があまりない。炎蔵頼む、時間は時間、これ時間どうなってんだこれ。本当手前に投げて。ハーフトースター。そこにはフラグメント、そしてリレーボルトも入っていました。それらのアビリティが開けてからのエントリーです。タワーに、その先にはキング。しかしアルファイアしっかりと落としていきました。うわーシーな位置、きついな。シャイなんだ、アドバンス。アルファイアのカバーですが、アドバンスダブルキル。メルサーも合流しました。惜しい。エンゾ1人削ったものの、ラストはメルサー。ここからよ。レビアタンです。早いセットにこだわったのか。小さいからこの開幕のエリア、そこでのファーストブラッドがスクードから目立ちますね。サイト中の混戦、武器差もありましたが、冷静にタワー B メインと対処していきましたね。あらら、え、少し映像の方にスティンビーコンが入っていましたね。あらら、モルトフが時間は50秒切りました。 B メインにボースターがいるのか。うーん、 B に対してのローリングサンダーですが、返すか。はい、うお、さあ飛び込んでいった。いや偉いな。ファーストブラッドアルファイヤー、ただカバーがアドバースは入りました。まだ咲いた中で耐えているレビアさん。うわー、フラッシュドライブレーター、本気のレッドシャイ。ダークのカバー入りましたが、アドバースをミスティックを倒しています。避けれないよな今の。気持ちいい今の。残っているのはダークです。時間は20秒。ツールドフォースも準備完了なので、勝負しに行きますが、ちょっと強くない？抑えたのはシャイ。36秒。さあ、これ音鳴らしたら走らんともやばいぞ。ゲートを開けて待っている。いいねー。フラッシュドライブ。まだドアは開けっぱなしだ。しかし、ファーストブラッド取りました。正面でもミスティックが抑えています。表段と違う。このドライでの勝負はシャイ、ダブルキル。うわ、シャイうまいな、スキル選択。サイトに出て、サイトを取ることができたレビアタン。3v3 です。重要なリテイクになりますよ。そうですね。おい、嘘だろ。エンゾーまずワンピック取った。しかしフラッシュドライブでのカバー、シャイ。うまいね、シャイ。ダークがヘッドハンター。でもタコだぞ、残ったのは。1v2。だいぶ遠いスティーム来たな。いや、1v2。あっちに投げてんのか。ボスさん好き。ダーク武器を回収できた。自分に投げない。ここでの勝負はタコリア。タコ怖え。おーい。しかしボスさん落ち着いてる。解除に行かなきゃいけないのに。リーダーが繋ぎました。ピークするの待つんだよ。これで11本目。ただ見えていない。いや、これ、見えたこれ。見えた、いや、これ、噛み合ってますよ。なんかでも後ろ、タコ、大丈夫。お、サイト中入ってますが、ダークが、まずはファーストブラッドアドバンスを倒しました。サイト中に入ってるキングですが、これは釣りだということはフナティック。これアルファイアが情報取って。分かっていないか。お、逆にキングが揺さぶるような形になりました。すごいバラバラ打ち合うとこ。キングを倒して、人数有利を作ったのはフナティック。ただ A サイトの設置は通しました、レビアタン。タコリア。オペだよ、タコ。オペレーターだぞ。オペレータースモーク、ヒーロー取った。デップいなかった、今。しかし、フナティック、ダークのカバーでクワッとキル。ダーク何やってる？ 1v3。メルサー、絶望的な状況です。うわ、えらー、フナティック。あっち。削り切ったミスティック。インセンディアリーを開けて。解除を通しきるのはフナティック。あ、そっかそっか。KO にしようかな、俺。そして B メインはダークがしっかりとキープしています。コズミックリバイド。エフェクナイトホール。A サイトフェイクですね。いや、ダーク待っている。素晴らしい位置だ。なんでこれ帰ってワンピック。偉いな、ダーク。大きい情報取れましたね。ずっと偉いな。さあ、これで本命ということが分かったか。残り時間は13秒。ボートハウスでダークまだ待っています。しかし、アッパーからタコリーやオペレーターで抑えていました。さあ、ギリギリの時間、設置に入っていきます。ミッド押されていたシャイ。ルナティック、ナイトホールでの取り返しです。音が聞こえない。ミスティックとダブルキル。アルファイアも続いています。きついか。ラストマーケットに残っていたシャイは、炎蔵が仕留めて、ルナティック、綺麗なリテイクでした。メルサーがダークを倒しました。
ただサイドがまだラフター下に1人残っています。アルファイヤーです。サイドを捉えてダブルキル、ヒーリングオーブ回復して、あっし3人目にはなりませんでしたが、ミスティックはラフターからのキルを取っています。ロロロロロロロ、設置ができない。えチーズがある。設置してるところに対してチーズからの上から飛び込んできたミスティック。エコラウンド調整倍のラウンドでしたが、フナティック取り切りました。ヤハさんガチか。セージです。ランプをキープしているキング、ブラウラーねギリギリバレない位置でした。そして後方からトレイルブレイザー正面入っていくところ、いやノバパラスギリギリ耐えました。ミスティック偉い、それしかない。ここでもきっかけを作るのか。ミスティックそれしかない。はん、うわ、しかしその距離ジャッジ一番正解のこと選んだ。偉いわ。ただ遠藤 A ショートからワンピック返しています。2オン2、一度解除フェイクを入れて、ただシャワーからのプッシュもあります。ショートに残っているエンゼの体力は残り30。ポンと入れる。シャワーガンアルファイヤーも抑えられてしまっている。しかしここの後ろで勝ったのはアルファイヤー。ワンピースです。いや、しかし、シャインがショートも対応して、シャワーガンもしっかりと打ち抜いていきました。間に合います。この回数も通ります。レビアタン4本目。2! 人数状況は 4v4。4v4。当然レビアタンはサイトから下がっていきます。シーカを使ってのリテイク、サイト中での反応はありません。ウルトがあるぞ。ウルトがマイクに対してワンタッチ、ではいかない。オービタラスラカを早めに切らせて、ね、ポジションチェンジしていきます。シャイのこの位置ワンピック取ったのはシャイ。おフナティック、その間ダークが解除に入っている。しかしハーフまで通せていません。2対2、エンゾーが時間がない、1人削って、ただ時間がない。エンゾーしない、コンクリのサイトのエンゾー一発しかねえ。うわー、チーズでポースターを解除通す。これポースター1回解除外した。あ、間に合わなかった。え、結果は、はい、どっち、いや、多分間に合ってない。多分間に合ってない。あー、解除外したか、ポースター。惜しかった。フナティック一緒に打ち合おうとしたね。一発ポースターが最後解除外してしまいましたね。一瞬、あー、ここですか。はい、これ外してなければ勝ってはいたんですけど、まあでも結果論にはなってしまいますね。うわ、入ってくる。このまま一気に入ってくるか。入ってくるぞ。ポースター早めに入ってきた。サイトラ、キングがサイトラかサバイトラのキング、ポースターのカバーが入った。1ストレート。しかしシャイのカバーによってリーダー、やったー、やってたー。ポースターアドバートと続いて、人数状況は3人ずつ。フナティックは残り2名、刺さってるけど武器がちょっとオペか。設置を通したメルサー、オペか。お互いアビリティのほぼないですね。落ちてないよな武器。オペレーターが重い。オペレーターがガチぐらい。ここで決まるのか。お、外した。いいよ、打たせたのいいよ。位置を変えてダブルペイク、どうだ、さっきのやつ触れてくれ。エンゾー、ワンブイツー、エンゾー頼む、エンゾー頼む、時間があまりない。エンゾー頼む、時間は時間、これ時間どうなってんだ。これ本当お手前に投げてハーフトースター。ガチ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 、お前最強だよ。そしてラストも削り切り、エンゾーがお前どんだけ心臓強い。ガチ解除、マジか。どんなメンタルをしてるんだ。シーズ、シーズどこ、バケタは帰国の、この1ラウンドでこれできる。あ、そっか、ホントか。この会場は相手に聞かせてました。ホントで位置がバレていたメルサーとしても、そのハーフ会場まで上げて自分のところを倒してくるんじゃないかという、もしくはホントで位置がバレていたからこそエンドが外して、ボースターオペレーター、うそしてファーストブラッド、刺さった、思い切って持ってきたこのオペレーターでワンピックを取りました。この位置はどうだ。おー、ボスター取りな位置だが、ボスター、スターが取った。何で持ってんの。ただメルサーの裏取り、なんで、うわー、見に来たエンゾー、これ取ったか、リードしたか、ウナティック。抜いた、ボスター、それはなんか応援、うん、ボスさん、ボスさんを救ったオペレーター3キル目が、うん、ここでもリーダーが見せてくれました。リーダー、フナティックパーフェクトラウンドでマッチポイントです。オペうまリーダー、素晴らしい動きでした。まだ浴場のコントロールを
後取りで取っていったんですけれども、その浴場前目で抑えに来たキングを狙ったオペレーター、このシーンは少し危なかったんですけれども、ボスターのダブルキル、ボスターそれ、これに関してはもう分かりません。うんま。来たねー、ボスター。この攻め側でのアドバンテージ取りましたよ。そうですね。先にシーズですね。こんな30秒しかないよ。だって30秒で接できなかったら負けだよ。なるほど。いや、スターですか。フェイク読みか。ポント入れた。うわ、これいい飛び読んでる。これテレポート。ボスター読んでる。20秒。すでにアルファイヤーは控えている。いやー、どうなんだこれ。いやー、偉いな、それ。サイトラ飛び込んできた。3人だ。なんで3人だ、ビリ。エルボーはどうだ。アドバンスのタコリア振って返している。うわ、まだ生きる。タコリア耐えている。2オッツ。ホテルアビリティがない。アドバースはディフェンダーサイド張り付け。炎上だ、炎上が炎上だ、ワンブイワン出てくんの、それどんだけ陣取ってんだよ、こいつも。怖すぎ。なんでそんなワンブイワン。アドバースは継続。15対15。タコリアとアドバースだ。気持ち悪い。なんでそんなワンブイワン出てこれんの。負けたら終わりなのに。ピークできる勇気です。怖すぎ。コリア反応した。ね、周りでできたダーク。聞かせた。ランデブーで下がらせました。しかしその間にキングが A ショートから入ってきています。今回は A サイトでのセットアップです。うわあ、ボスター。サイト取った一時効果。ボスターボスターですが、キングのカバーが入った。また B 飛ぶか。今回 B がら空きだぞ。飛んでもいいんじゃねえか、レビアタ。いや、横浜のそうですね。しっかりと。うわ、晴れる。シーズで捕まった。しかししっかりと生きています。シャーズきついか。4v4 ミスティックの位置、ミスティックの位置、ミスティックの位置、ミスティック待ったらこれ、人数よりはフラティック、ミスティックの情報待ちじゃない、シャワーがきついから。もうほぼランプ確定までさせたいけど、ミスティック動け。浴場で1日交換、アドバースをミスティック、うわー出んの、ワンプ1、追い込まれた、ちょっと、しかしショート止まった、しかしエンゾー、またエンゾーだ、オーバータイム。見事ベスト4行きを決めたのはフナティックとなりました。かっけえフナティック。いやー初戦から激しい試合となりました。凄まじい試合でした。いや、グッドゲーム強かった。そしてセリアタンもセリアタンはここで